すする TV。 ゼレゼレドン、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日は前ネット番組バズらせでコラボしたこの方にまた来ていただきました。お願いします。どうもー、ひかちゃんです。全く T シャツが一緒っていう、マジペアルックみたいになってます。今日もよろしくお願いします。お願いします。というわけで、そんなひかちゃんを連れてきたのはこちらのお店です。ドン、京急線京浜蒲田駅から徒歩3分くらいのところにありますメンバボヤージュさんにお邪魔してます。こちらボヤージュさん、僕前にも来たことがあるんですけど、蒲田から蒲田の中で移転したお店なんです。で、今回もなんでイカちゃんを連れてきたかというと、はい、限定でイカスミのラーメンをやってて、はい、もうイカちゃんにぴったりなんじゃないかということで、ありがとうございます。はい、早速食べに行きましょう。はい、レッツゴー。さあ、メンバーボヤージュさん、食券者です。今回すするは白子のカルボナーラーメン、そして牛すじトリッパをチョイスしました。イカちゃんはもちろん限定のイカスミ流星をチョイス。店内で流れるすする TV を見ながら待ってるだー。こちらがメンバボヤージュさんの白子のカルボナーラーメンです。フィー、まさにカルボナーラな白くてクリーミーそうなスープ。イカちゃんの注文したイカスミ流星雨もすげーぞってことで、一緒にいただきます。ではまずスープから。ドヒーン、コクのある超まろやかクリーミーな味わいで、後味も残りすぎず、しつこさはナッシングなし。これぞ創作ラーメンといった他では味わえないやつです。うん、うまっ。味の見当がまじつかない。いや、本当になんて言ったらいいかわからない。気になった方は概要欄からレッツゴーしてみてください。さあ、お次に麺いきましょう。卵黄を絡めながらスズスルーメビーン。卵黄によりさらにまろやかになったクリーミースープがしっかり麺に絡んで、うめえ。もっちりとした麺の食感もナイスで、これを選んだことに後悔する人なんていないでしょう。さて、続いては細切れチャーシューをパクリ。肉質しっかり系でクリーミーなスープとも合う。それを麺と絡ませるとバイバイゲーム的にうまくなり、この美味しさを知らなかった自分とバイバイ。ではここでイカちゃんにすすりを披露してもらいましょう。似てるな。それではいよいよ白子の登場。ワクワクしながら食らってみると、ぬーん、チーズをまとっていることもあり、濃厚な味わいがグワッとアルコ&ピースです。てなわけで、スープにもチーズやオリーブオイルが混ざって溶け込み、さらに奥深さが増してるなぁと感じながら、2人で黙々とすすって、ラストに牛すじトリッパがお邪魔し、イカちゃんが丁寧に取り分けてくれたら食らってみましょう。満を持したかのように牛すじが柔らかく、トマトベースの味付けも締めにぴったりな美味しさ。ガンガン食らってクリーミーなスープも堪能したら、本日も完食です。大変美味しく捨てれました。超まろやかで濃厚かつ重すぎない秀逸な一杯でした。それでは、はい、ごちそうさまです。はい、ごちそうさまでした。いや、ボヤージュさんに行ってきたんですけれども、いや、美味しかったですね。はい、イカちゃんのイカスミラーメン、僕あんな黒いの結構初めて見たんじゃないかぐらいの黒さでしたけど、はい、僕は白子のカルボナーラーメンをいただいたんですけど、やっぱりクリーミーで本当すごい美味しかったです。あれはスープが本当まろやかでコクがあって、女性の方とかもかなりいいんじゃないかと思います。サイドメニューの充実っぷりもね、かなり半端じゃないんで。そうでした、そうでした。で、朝昼晩いつ来ても行けるお店なんで、ぜひ食べてみてください。はい、はい、どうぞ。どういうおすすめの仕方なの。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッシュレーズ、メンバーボヤージュさん、今すぐメンボヤージュや。懐かしい。